はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。本日は楽天市場で購入しました、食品ロスの福袋がありましたので、訳ありというところですね、楽天市場ので購入してみましたので、そちらの方を開けてみたいと思います。で、さっき、テープの方を開けてしまったんですけど、中身はまだ確認していません。じゃあ早速開けてみます、お願いします。どう、いっぱい入ってる？おー、たくさん入ってます。なんか50種類ぐらい入ってるらしいですね。あ、50種類っていうか50項目か。10、何がまず入ってた？置いて。これが2つゼリーが入ってました。守る乳酸菌、あ、いいじゃん。はい、次は、あと飴みたいなのが入ってます。なんだこりゃ。どんどん出してっていいよ。はい、飴ですね、キャンディー。どんどん出してっていいよ。お菓子も入ってんだね。スライムだったけん、あ、転生したらスライムだったけんです。ふりかけ、食品ロスなので賞味期限が近いらしいんですけれども、結構安く3980円だったか5000円だったか、ちょっとすいません忘れてしまったんですけれど、お手頃の価格で買えます。はい、ボルシチスープ、こんなの買わないもんな。いいんじゃないですか、初めてです。うん、ふりかけとか絶対使うしね。こういう、次はツナトッピング。あ、パンとかに乗っけて食べるのかな。ちょっとよくわかんないですけど、次が飴、また飴ですね。あ、これ外国菓子の飴ですね。おお、すごいですよ。はい、どんどん出してって。これはチョコピーナッツ&プレッツェルのチョコレート。3個、あ、4個か、結構入ってますよ。はい、これおお塩焼きそばいいじゃん。で、パスタも入って、これは結構本当お得ですよ。これもソース焼きそば。食品ロスで何ですか？ね、ゴミの減らすのにも役立って、安く手に入って。かぼちゃもスープ、これ美味しそうだね。食べてみたい。あ、これは絶対使うね、ペペロンチーノ。さっきのパスタとセットで使える。そうめんそうめんもまあ使うっちゃ使うね。よいしょ。ん？何これは、高野豆腐かな。これもまあ、まあ自分じゃあんま買わないけど使えますね。いいんじゃないですか。あとこれが結構すごい。ああ、いいじゃんね、寒いから結構。次は飲み物とかもあんの。はい、はい、どんどん出して。アーモンドクリアーティー、いっぱい。おー、ドリンク、これも何個か入ってる。何個？そう、すごいね自分じゃ買わないもんな、こういうの。結構入ってますね10個ぐらい入ってるのかな。いや、12個でした。12個。あー、でもこれだけで1200円ですよね。1個100円だとしても結構すごいですね。100円円で買えるのかわかんないけど、結構すごいですね。で、これが、はい、次は、ここは、あ、これはいいんじゃないですか。美味しく飲めそうじゃん。これが水。あ、水はもう あっても困らないですからね、いくらあってもね。あとミートソース。ミートソース、これもまたさっきのパスタと使えますね。あとサバ、サバ缶も、これも非常食にもいいし。サバ缶は全然食べれますね。稲葉ですし、しかも
こっちには違う味、水煮と味付け、あとはかき氷のシロップですね。これは夏にでも使いましょうか。終わり？はい、終わりです。こんなにたくさん入ってましたすごいですよ。足が映っちゃった。こんなにいっぱい入ってお手頃価格。楽天市場のワケアリーというお店ですかね。食品ロスの福袋でした。他にもいろいろ商品が変わるみたいなんで、よかったら皆さん購入してみてはいかがでしょうか。しばらくこれがあれば生きてきますね。どうだったこのいっぱいの量。いや、こんなにあるとは思いませんでした。びっくりだね。びっくり。またいろんな動画出していこうと思うので、よかったらチャンネル登録とお願いいたします。需要があるようでしたらいろいろ動画の方を作成していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではまたよろしくお願いします。よろしくお願いします。さようなら。さようなら。